しげしげです。本日は鬼滅大好き会社員が、ルイ降臨に鬼滅パーティーで挑戦してみたということで2台持ちでやっていきたいと思います。このしげサブっていうのはあんま動画に出したことないんですけど、無課金でコツコツやってる端末になっております。でたまたまギグさんとかが弾けたんでね、こんな感じで、炭治郎、義勇さん、忍さん、善逸っていう、まああの場にいた人たちでいきます。スタート。はい、ギミック合ってない人も全然いるんですけど、まあこの子たち本当に友情がとにかく強いんで、どうにでもなるんじゃないかなって思ってます。まあこのクエスト自体がそんなに難しくもないので、普通に簡単に回る系のクエストだし、炭治郎はドハマりしてるので、まあいけるでしょう。見ていただければ分かる通り、ワクワクの実とか食べさせてないので、まあもっと遊撃とかつければね、パルコラ伸ばせるんですけどっていうやつですね。いや、ギウさんの SS 使いました皆さん。あれ、やばくないですか？特にこのクエストにおいては本当にぴったりになるんじゃないですかね。まあ若干のネタバレ要素を含んでいくので、なかなか全ては言えないんですけど、これが来るまでよくこらえたなーでしたっけ。一言一句間違って一言一句合ってるかは分かんないですけど、そんな感じでさね、来てさ、なかなかネタバレ含むからむずいな。こういう企画で鬼滅パーティーでやってるけど言いづらいな。ぜひ皆さん見てください。このルイのところはね、本当にね、炭治郎の禰豆子が本当に変わっていくところなので、めちゃくちゃ面白いですね。 OK、 忍さんの分が入りました。電撃もいいね。善逸が本当に星4号のキャラと思えないぐらい強いんで、もうラック90にして持っておきたいんですよね。だってラック90って司法、この辺のシステムあんまり分かってないにわかなので何とも言えないですけど、あれでラック99にできるでしょ、実質多分。全然見当違いのこと言ってたらコメント欄で「お前何言ってんの？」って書いてください。あ、善逸が毒食らってる、これはいいね。妹は兄、これはいいね。善逸毒食らってる、いいね。本物の絆だ、欲しい。本物の絆が欲しい。下回り、まあ鬼滅好きならね、ワクワクの実を食べさせろよっていうのもあると思うので、まあそれはこの後やっておきたいと思います。安心してください、僕は好きなものにはとことん時間をかけれるタイプの人間なので。いい、とてもいい、強い、とてもいい。てか待って、みんなの SS 使いたいな、ボスで。ちょっと手抜くか、みんなの SS を発動させよう。そうしよう。もうあとちょっとだな。2段階目とまではいかなくても発動させたいので、ちょっと手を抜いていきます。大丈夫かな。まあでもこのお花を大事にしていけば、お花回復なんでね。善逸がそこか、もうしょうがないよな。うわー、ギグさん強い。オッケー、回復。割と優しめのクエストなんですよね、本当に。やばい、忍さんがたまる。忍さんで倒しちゃいそうだな。はい、炭治郎、剣ゲットしました。強くなりました。ギウさん、上で待機。ああー、やっちゃった。待機命令、それは煉獄さんですね。煉獄さん欲しいキャラとして。さあ、忍さんの SS 打ちましょう。多分こっからBGM カットしてると思うんですけど、BGM めちゃくちゃいいのでぜひプレイしてください。いい、戯れ
いい、とてもいい。善逸も使いたいな。善逸の SS マジでかっこいいから。やばいやばい、あー、義勇さんの友情が強い。これはもう義勇さんに倒してもらうか。いやでも炭治郎で倒しちゃいそうだな。ああ、炭治郎やめて、炭治郎やめて。よし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 、これは義勇さんのね、倒してもらいましょう。いきます。あ、これいつだかのアップデートからで倒した瞬間に終わってしまうので、やばい、実質的に SS が忍さんしか見れなかった。もう一回いきましょう。ていうか本来の目的は鬼滅のキャラだけで勝てるのかっていうやつだったんですけど、余裕でしたね。なのでもう序盤からすごく手を抜いていきます。 OK、 SS を止めます。ワープに飛び込む義勇さん。おーおーおお、友情が強いんだよな。ただ油断しすぎも良くないので、怖っ怖っ。これ OKOKOK、 いい感じいい感じ。お花壊せば回復もいいよな。これはちょっと下がっていこう。倒すな倒すな、まだ倒すな、まだ倒すなよ。善逸倒すね。よし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 、いい感じいい感じ。忍さんが一番溜まるのが早いんだね。あ、これも OK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 。 あ、毒でやっちゃうか。あ、触ったわ。あ、毒でやったね、やっちゃったわ、毒でやっちゃったわ。まあでも溜めれた溜めれた、だいぶ溜めれた。次がね、義勇さんは下でちょっとお休みいただいて。いいよいいよいいよ、溜めてるよ。忍さん貫通だからな。ワープにでも飛び込んでもらおう。おお、イエス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 、いい感じいい感じ。善逸は、善逸もワープに飛び込んでもらって、適当に暴れてください。ああ、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。義勇さん、あ、まだだった。炭治郎雑魚、雑魚処理。あ、ゲージ外しがあだとなった。まあ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 、油断しすぎると危ないから。義勇さん、ここ、これハマれるかな。狭いか、ハマれた。これで回復、よし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 、溜めれてる、いいぞいいぞいいぞ。ナメプにも程があるな。ルイかわいそう。まあ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 、ルイもね、ルイもいいキャラなんですよ。とてもいいキャラですよ。特にアニメでね、アニメの中では実質ボスか、ボスなのか。なん、あの後だったっけ。ないよ。あーやめ、結構やっちゃった。オッケーオッケー。でもあと一周で義勇さんもたまるし、戯れはさっき使ったからいいよね。あ、これはさっき使った。オッケー。で、義勇さんか。あ、ちょっと危ないな。義勇さん、花やりてえな。花やった、天才です。義勇さんさすがです。あなたは柱だ。これはもうどうにでもなるって感じ。オッケーオッケーオッケー、全然オッケー全然オッケー。大丈夫だよね。一応発狂みたいな動きしてるけど大丈夫だよ。よし、善逸は上行ってくれ。はい、命令。あ、倒しちゃった。普通に角度ついてたわ。これが限界だとは思ってない。よし、これで次義勇さん使って炭治郎使って善逸かな。だから全然与えないよ。 OK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 。 よし、行くぞ義勇さん。
1段階目だけど。俺が来るまでよくこらえた。あとは任せ。全集中、水の呼吸、11の型、なぎ。かっけえよな。でこのターンの攻撃無効化でしょ。すごいよね、すごい凝ってるよね本当に。なぎ使った時に BGM が止まるのもすごいすごいいい。あ、前日まだ使えなかった。ナメプされてるルイ。あ、やらなくていいよ、殴らなくていいよ、殴らなくていいよ、前日。あー、オッケー、大丈夫。よし、炭治郎。おお、いて。スピードパワーがアップ。最初に触れた敵に火の神かぐらで攻撃。いて。いいね、いいね、いいね、いいね。早いね。演出もかっこいいね。あ、火の神かぐら見れなかった。日の神神楽というか、あれだよね、追い打ち的なやつ、最初に触れた敵にのやつ。まあ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 、また別のクエストでね使っていけたらと思っております。僕のモンストライフは鬼滅縛りしてもいいんじゃないかぐらい、鬼滅のキャラを積極的に使っていこうと思ってるので、これ大丈夫かな。まあ忍さん使っちゃおうか。回復 M、 そして善逸の毒を解除。あ、善逸の毒を解除してあげるのとてもいいですね。今演出的にとても良かった。そして善逸が、おお、善逸の SS 初めて使うんですけど、停止後に霹靂一閃6連で攻撃、スピードパワーと OK。 まあちょっと適当に使って、はい、いいんじゃないの。霹靂一閃はどうくる、どうくる。良すぎ、良すぎ、良すぎとピーコ言うとりますけども、まあ本日はね、ルイ降臨を鬼滅の刃コラボキャラクターで遊んでみたでした。明日はルコラキさんのクエストが来たり、こうまだまだね、鬼滅の刃コラボ楽しめる要素盛りだくさんですので、いろんな動画を上げれたらと思っております。引き続きご視聴よろしくお願いします。本日は以上です。さよなら。